マノッチです。ランダムサムライジャパン反省会、はい、でございます。まあね、3位で終わって、うんまあ反省会だ、はい、振り返り動画というか反省会というか、動画2本分のコメント、読んで、まあちょっと成績が見れないんだよね、この大会ね、終わった、もう何も見れないので、まあコメント読んで、ここの部分が反省点だったかなみたいなこと喋って終わろうかなと、思います。んで、今日の17時にランダムサムライジャパン、この企画でやったメンツと、前回の企画の外国人オールスターの動画を、アップします、はい。コメント読んでいきましょう。バーサスシステム、ね、まあ、4隅から、ね、変えたんですけども、視聴者の方からのアイディアで、まあ、これでやられるケースってのが本当に多くなったんだけど、まあ安牌だろっていうよりはいいかなとは思ってる、個人的には。これは良かったかなと思う点かな。やられまくったけどね。渡来くん活躍ね、すごいですね。どこまでね、その継続できるかってのは分からないけども、なんかどこまでも行ってほしいな。上沢選手開幕メジャーには選ばれなかったみたいですね。ああそうなんだね、全然ちょっと情報知らなかったけども。いつも漫画みたいな劇的展開出してるマノッチですし、たまにはこんな激サム展開もいいんじゃないですか。リベンジ編ができると思ったらまだ夢は膨らみますよ。いつも漫画みたいな劇的展開あるかな。ここ最近はなんかね、そこら辺身を潜めてる気するな。マノッチらしいな。マノッチらしいな。辰巳さん、記事読んでもよくわからないですが、なんか奥さんに洗脳されてるらしいです。なんか全然その情報知らないけども、怖いパターンなのかな、面白パターンなのかな。韓国といえばオリックス、ソフトバンクで活躍してたイデホが懐かしいです。今は韓国野球の解説者などしております。懐かしいね、イデホ選手ね。どっち、やっぱオリックスの方が印象強いかな。最近マノッチさんの動画聞きながら寝るのにハマってます。好きなのはパワポケ甲子園、あの動画ほんと好きです。今後パワポケシリーズやることありますか。パワポケ甲子園って俺やってた、やったかな、んかシャープ1とかでやめてないかな。今回のランダムサムライジャパン、試合やっていく中で戦術を編み出す感じで自分は楽しんで見ていました。ただ3位決定戦でいい勝ち方をしてしまうと複雑な気持ちにはなってしまうかな。まあ確かに最後のイスラエル戦はね、いい勝ち方はできたね。打撃陣が弱い面で言えば、マノッチが各球団から選出した選手も問題の一つでしたかね。ここね、俺の中ちょっと反省点があって、ちょっと後で話すわ。日ハムの試合ビジターでも北海道は全試合やってるんですか。あれよね、あのテレビ放送ってことだよね、全試合ではないわ。確か初回くらいの動画で企画が短すぎるから途中で紛ったらメンバー選び直してもう一度やろうかな的なことを話してた気がしますが、今回はなしっぽいですかね。そうだね、なんつうかこうやりきったなっていうのがあるんだよね。まあ3位だけどもね、だからリベンジに関しては今のところはもうちょっと予定すらなくなっちゃったけど、まあ後にはやりたいなっていうのは思うかな。今回のメンバーはさすがに長打力不足でしたね。パワー B 以上が山川くんしかいませんでしたし、まあここもあれだね、そのさっきの選手選出のところと重なる部分もあって、もうこれはあとちょっと反省点でしゃべる。企画通して山川の打順下げませんでしたね。あのね、もうめっちゃ伝わってると思うけど、山川くんが好きで4番に置きたかった。はい、反省点喋りましょうか。あのね、まあ本当にその選手選出の部分なんだけど、内野手だね、ユーティリティ性のあるプレイヤーを候補に多めに突っ込んだんだよね。何が怖かったって、あの守備適性ない
ポジションなんつうのかな、その例えばサードできる人が一人もいないとか、そういう状況になるのがとにかく嫌だったんだよ。で代表戦だから人数も少ないじゃない、だから誰に何があってもいいようにと思って、まあ、茶谷選手とかだよね、まあ、その手のタイプを結構多めに入れたせいで、まあ、これも引きの問題だけどね、ランダムのね。結果守備に困ることはなかったけど打撃で困った。もう、うーん、これもう本当引きなんだよな、ランダムだから引きの問題なんだけど、もうちょい、そこのチャレンジはしてもよかったかなと。穴開く覚悟でも、覚悟でやってよかったのかなっていうのが反省点としてはあるかな。あとそうだね、まあ、反省とはまたちょっと違う部分にはなるけども、不思議なもんでこのチームきついなとか思って始めたけど、やってく中でいけるなって気持ちが湧いてくるというか、まあ選手全員をね、その知ってるからってのあると思うんだ。あと、うん、そうだな、やるぞって、勝ちたいぞっていう気持ち、やっぱ日本人なんだろうな、ゲームといえど すげえ湧いてくる感じかな。だからまあ結果は3位、あの寒いパターンの3位だけど、そうね、まあ通してみて、通してやって面白かったですね、楽しかったですね。うん、はい、終わろうか終わりましょうかということで反省会でした。今日の17時に、まあ、おまけ的な感じかな、侍ジャパン対外国人オールスターアップされます。はい、終わり、さよなら。妄想症候群。